陶器印紙とは、陶器事項証明書等の請求の際などの手数料の支払いに用いるために発行された印紙の一種である。明治時代の五千陶器印紙日本では1888年に発行されたのが最初であったが、1898年に収入印紙に統合され廃止されていた。しかし、陶器に関する手数料の歳入が、陶器と区別会計として1985年に、 独立したことに伴い復活した。ただし、当期と区別会計が2010年度をもって廃止され、一般会計に組み込まれたため、2011年4月1日以降は、再び収入因子に統合され、新規の発行は中止された。すでに発行された当期因子は当面有効で、収入因子と組み合わせての使用も可能である。 1985年7月1日に発行された、当金誌の額面は、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、800円、1000円、5000円の9種類発行されていた。図案のモチーフは、法務省の旧庁舎である。1998年4月1日には、法務省の旧庁舎の外観が創建当時に復元され建物の形が変わったことにより、 図案が変更された500円と5000円、そして新たに1万円の登記印紙が発行された。なお、1986年1月30日には、不動産登記制度100年記念として400円の記念登記印紙が発行された。登記印紙は、登記官が納付の事実を確認して消印することが通達等で規定されており、申請者が自分で消印してはならない。 具体例として、不動産登記における登記事項証明書等の交付請求が書面でされた場合の規定について以下に示す。不動産登記法第119条何人も登記官に対し手数料を納付して登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面の交付を請求することができる。何人も登記官に対し手数料を納付して 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。第1項及び第2項の手数料の納付は登記因子をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは法務省令で定めるところにより現金をもってすることができる。不動産登記事務取扱手続き。 準則2月25日民に第456号通達第132条等機関は、登記事項証明書等または土地所在図等の全部もしくは一部の写しを言うの交付の請求が請求書を提出する方法によりされたときは、請求の受付の年月日を当該請求書の適宜の箇所に記載するものとする。この場合には別の方法で管理する場合を除き、 一連の番号も当該請求書の適宜の箇所に記載するものとする。第126条第1項の規定は、第1項の請求書を受け付けた場合について、順用する。同準則第126条登記官は、登記の申請書を受け付けたときは、直ちに、これに貼り付けられた領収証書に、使用済みと記載し、または貼り付けられた収入印紙を再使用を防止することができる。 消し印機により消し印するものとする。平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについて法務局ウェブサイト。ありがとうございます。